榊原康政、徳川家康、秀忠という2代にわたって徳川家に仕えた武将である。その活躍は徳川家臣の中でも抜きん出ており、徳川四天王、徳川三傑の一人に数えられている。そんな康政はある時、豊臣秀吉に空前絶後の怒りを買った。榊原康政、あいつは許さん。なぜ康政は秀吉にそこまでブチギレされたのか、その理由を康政の激動の生涯と一緒に紹介していく。チャプター1、勉強で強くなる康政。1548年、三河の国、榊原家の次男として康政は生まれる。康政、康政の生まれた家は松平家に仕える家臣の家臣の家であり、身分の高い出とは言えなかった。そんな状況の中、康政は立身出世を果たし、徳川四天王、徳川三傑にまで上り詰めるのだから驚きである。康政はいかにして出世していったのか。勉強である。勉強面白い。康政は幼少から勉学を好み、書を読み漁っていたという。字も大変綺麗だと評判だった。康政は勉強によって家柄の藩でを覆すほどの能力を身につけていった。勉強面白い。康政誕生から十数年後、康政は10代前半の頃、徳川家康に仕えることになる。よろしくな。はい、俺はこの方のために生涯を尽くす。これ以降、康政は家康と共に戦国乱世を渡り歩くことになる。康政が家康に仕えてから数年後、三河一向一揆の鎮圧戦にて康政は初陣を果たす。殿を守れ。康政は初陣ながらも堂々たる活躍をした。戦後、武功が評価されて家康から康の文字を与えられた。お前は今日から康政だ。はい、俺たちの力で殿を支えていこうぜ。おう。康政は同い年の本多忠勝とともに旗本先手役に抜擢されて、部隊を率いる将として戦場をかけた。そして数々の戦で武功を重ねていく。チャプター2、武功を重ねる康政。1570年、姉川の戦い、織田徳川連合軍と浅井朝倉連合軍の間に起こった戦いである。手柄を上げるぞ。この戦いで康政は第二陣として出撃するが、第一陣の酒井忠次の隊を焦らせるほどの勢いを見せた。うわあ、康政の隊に手柄を持っていかれる。奴に遅れを取るな。凄まじいな、康政。この戦いにおける康政の活躍は家康に高く評価された。それから2年後、1572年、三方ヶ原の戦い、徳川織田連合軍と武田軍との間に起こった戦いである。この戦いで徳川軍は完膚なきまでに敗れ、家康は命からがら浜松城まで逃げた。武田軍強すぎ。家康敗走後、康政は行動を起こした。武田軍は今戦に勝利して油断しているはずだ。一矢報いるなら今だ。康政は密かに味方を集めて、追撃してきた武田軍に夜襲をかけた。うおー、うわー、めっちゃ来た。大声を上げながら走ってくる康政の部隊に武田軍は激しく動揺したという。よくやってくれた康政。康政はその後も文武両道の才能を発揮し、武功を重ねていった。康政の才能についてある書には次のように記されている。康政は武勇では本多忠勝に劣る。しかし部隊の指揮官としては忠勝よりも優秀であり、井伊直政に匹敵する。康政の部隊を率いる将としての能力の高さが伝わってくる。幼い頃から勉学に励んだことが康政の才能を開花させたのかもしれない。これ以降も康政は徳川家臣として苦難続きの家康を支えた。1575年、長篠の戦い、1582年、本能寺の変に伴う伊賀越え。1582年に起こった本能寺の変にて天下人織田信長がこの世を去った。大きな力を握っていた信長が死んだことで時代は大きく変わろうとしていた。信長殿が亡くなられた。これから時代は大きく動く。これまで以上に頼りにしておるぞ、康政。はい、殿。亡き信長に代わって大きな力を握ったのは羽柴秀吉であった。やがて徳川家は秀吉と対立していくことになる。そして康政は
秀吉に空前絶後のレベルでガチ切れされることになる。チャプター3、秀吉をブチ切れさせる康政。本能寺の変から数年後、羽柴秀吉と徳川家康はバチバチの対立関係になっていた。ああ、うん。そんな中、康政が行動を起こす。秀吉の拠点。秀吉様、こんなものがばらまかれてました。ん？なんだなんだ。おお、すごく綺麗な字だな。うん。康政は秀吉をボロカスに批判した文章を敵味方関係なくばらまいた。街中には考察にして人々が読めるようにしておいた。秀吉ってやべえやつじゃん。最低だよな。康政がばらまいた文章の内容はざっと次の通りである。秀吉は身分の低い出であるが、織田信長に恩を受けることで出世することができた。それなのに受けた恩を忘れて織田家を乗っ取ろうとしている。秀吉という男は恩知らずのクズ野郎である。榊原康政。文章には綺麗な文字で康政の署名がしっかりと入っていたという。そんな康政の文章を読んだ秀吉は怒りに震えた。徳川家臣の榊原康政、許さんぞ。そして、康政の首を取った者には10万石を与える。誰でもいい、とにかく奴の首を取ってこい。10万石？秀吉は10万石というありえないほどの懸賞金を用意して康政の命を狙ったという。秀吉様、10万石はいくらなんでもやりすぎでは。10万石じゃー。秀吉の悪評を流すことで秀吉方の士気を乱し、秀吉を動揺させた。そんなこんなで徳川家と秀吉の間で戦いが起こる。1584年、小牧長久手の戦い。この戦いの中で康政は武勇の面でも破格の活躍を見せる。康政率いる部隊は秀吉の甥である秀次の部隊を壊滅に追い込む。うわ、秀次。さらに康政の部隊は秀吉の有力家臣である森長吉、池田恒興を討ち死にさせた。長吉、恒興。やがて家康と秀吉の間で和議が結ばれて戦は終わった。はあ、戦いは終わったが失ったものも多いぞ。終戦後、秀吉は康政を使者に指名して自分の屋敷に招いたという。よく来てくれた、榊原康政。あんな無礼を働いたにもかかわらず私をお招きいただきありがとうございます。あの考察のこと？あの時はまあちょっとだけイラッとしたけど、戦が終わってみればあっぱれだったよね。あっぱれな策だったよね。今はもう全然怒ってないし、むしろあっぱれっていうかそんな感じだよ。本当に怒ってないよ。全然怒ってないということで、私はあなたに官位を授けます。あざます。秀吉は怒るどころか康政に官位を授け祝宴まで開いたという。ちなみにその後、徳川家が関東に国替えとなった際、康政は神津家の国館林10万石を与えられたという。チャプター4、感謝されまくる康政。1598年、豊臣秀吉がこの世を去る。天下人だった秀吉の死により時代は目まぐるしく変わっていく。亡き秀吉に代わり徳川家康が大きな力を持つようになる。このことに反発した石田三成が打倒徳川家を掲げて諸大名を集めて挙兵。こうして1600年、関ヶ原の戦いが起こる。この天下分け目の対戦は徳川家康が勝利する。勝利はしたが家康は怒っていた。うが、激怒の理由は息子徳川秀忠が合戦に遅刻したからである。今後の徳川家を担っていく男が天下分け目の対戦に遅刻するとは大問題だぞ。歴史に残るほどの大事な合戦での遅刻という大失態を犯した秀忠は家康に会うことすら許されなかった。父上めっちゃ怒ってる。俺もう終わったかも。私にお任せください、秀忠様。康政。秀忠のピンチを救ったのが康政だった。康政は秀忠と家康の間に入り二人の関係を修復させた。父上すみませんでした。まあ康政に免じて今回は許すか。康政ありがとう。
お前は最高の家臣だよ。ありがたきお言葉。この恩はずっと忘れないからな。徳川の天下が続く限り、榊原家は潰させないから。秀忠はそんなことを口にするほど、康政に恩を感じていたようである。今回の戦で一番の手柄を挙げたのは、お前だな。殿のためなら何でもやるさ。関ヶ原の戦いから6年後、1606年、康政は病気でこの世を去る。享年59。康政が病気で倒れた時、秀忠は医師を向かわせて康政を救おうとしたという。急げ、何としても康政を救うのだ。もらった恩はずっと忘れないからな、康政。康政の死後も秀忠は恩を忘れず、榊原家を守り続けた。江戸時代の中で榊原家は何度か取り潰しの危機を迎えたが、特別待遇で危機を逃れた。秀忠の恩返しは康政の死後も秀忠の死後も続いていたようである。榊原康政、徳川家康、秀忠という2代にわたって徳川家に仕えた武将である。その活躍は徳川家臣の中でも抜きん出ており、徳川四天王、徳川三傑の一人に数えられている。今日の名言。誰よりも3倍、4倍、5倍勉強する者、それが天才だ。野口英世。次回の日本史漫画は、徳川家臣団に最も嫌われた男、本多正信の生涯。